どうも皆さん元気ですか？アリナちゃんようこそ。アリナちゃんです。そしてぜひぜひこの時が来た。最後のアワカスタジオのビーズライブからのアップされてるのパフォーマンス。そして私の大好きな京子。トーボの走る。すごくなんか何の多分ちょっと時間というような感じになるだからすごく見たい、聞きたい、そして最後だからちょっと残念な気持ちもあるけど、まあチェックしてましょうね。3、2、1、GO。 なんか本当に好きこの曲。そしてなんかちょっと違ってるな感じ、イントロでも。そしてこの赤照明色、Come on。 わあ、いいなー。本当に大好きな曲、めちゃくちゃ。いつもこの曲を聴くとなんかやる気出る。なんか頑張ろう。いや本当にまあこんな感じなメッセージな曲でしょ。ずっと先の方。わあ。やっぱり最後の曲って残念けど、本当に最後曲として、このアップされるパフォーマンスとして、ゾーマの走るめちゃくちゃいいと思います。めちゃくちゃいい。Hey, hey, oh. いいね、なんか本当、めちゃくちゃノリノリな気持ち、元気もらってるな感じで、なんかモチベーションとかやる気出るでしょう。笑顔、なんかこの曲も笑顔してくれた、なんか。
わー。イエーイ。それでけ？終わった？終わり？めちゃくちゃ良かった。やっぱり。なんかこの曲好き、めちゃくちゃ好き。もう一旦なんか、皆さん、まあもしかして覚えてるかもしれないで、私は初めてこの曲の、ビズのチャンネルをアップされたライブダイジェストみたいな感じもだった。でもこの曲のライブ文とか、そして普通にビズのライブいろんなところとか、それめちゃくちゃ好き。今でもよく見てるの動画だし、そして、まあ、この時でも初めてこの曲聴いたらすごい。ただ最初から、イントロから分かった。そして、今でもこの気持ち、ただ、全く同じ。まあ、たくさんの曲こんな感じ、正直。好きな曲なんかすぐに最初から聴いた、めちゃくちゃ好きな曲になった、結構。いっぱい。半分以上。だから、いや、この曲ももちろんめちゃくちゃ、本当に大好きな曲。確かにこの、ビゾの一番好きな曲、トップ、そこだった時にこの曲を入ってた。そしてそれまだ変わらない。だから、まあめちゃくちゃ嬉しかった。なんか、その後で、あまこスタジオのライブアップされたのは、まあ当たらんけど、でも本当に、こんな感じ、5つのパフォーマンスをアップされたのはすごくありがたい。めちゃくちゃめちゃくちゃありがたい。本当に。水大好き。そして他のチャンネル曲を聴くのは楽しみだし、他の見てなかったパフォーマンス、そして新しい曲をアップすると気も楽しみにしてる。はぁ、ライブもいつか行きたい。だから、皆さん、どう思いますか？この曲のこと？パフォーマンス、最高のパフォーマンス。でも、ぜひコメント待ってます。新しいレガストも待ってます。そして今日も、私と一緒に寝てくれてありがとうございました。楽しかったよ。そして皆さんも楽しかったらぜひ、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。